じい。なんだ。いいもの持ってきたぞ。いいもの？うん、これは鮭か。徳蔵丼が持ってってくれって。そうか。ご苦労。じゃあ、また帰るよな。おい、新子。なんだい。ちょっと待ちな。これ作っておいてやったぞ。あ、もうできたのかい。まあ、拭いてみろ。うん。これはよくなら。もらってもいい？うん。ありがとう。おい、新吉。ヤギはあんまりお花畑へ入れるなよ。大丈夫だよ。じいさんいるかね。あ、徳さんか。さっきは珍しいもん。いや、まったく久しぶりでお目にかかったよ。当節ちょっと手に入らんからね。うん。時にさ、おじいさん、だいぶ卵がたまったろうね。卵？うん、少しまとめて譲ってもらいたいんだがな。いい値で買うよ。せっかくだがこれは返すよ。どうして？徳、お前この間の卵どこ売った？村の衆に分けるはずだったな。それはねわしは知っとるぞ。お前が村を素通りして町の料理屋へ。それはね何それはで。さえじいさん、そんなね、堅いことを言うもんじゃないよ。わしは曲がったことは嫌いじゃ。そんな一国なこと言ったって。一国はわしの性分だよ。みんなが言う通りわしは一国左兵だ。さあ、これ持って帰ってくる。弱っちゃったな、俺な。俺は引き受けてきちゃったんだもん。そんなことわしの知ったことか。ちょ待っててよ。そんなね、堅いこと言わないでね。この前の半分でいいから頼む。ダメだよ。頼むよ。ダメだと言ったらダメだ。今度だけ帰ってくれ。なんてものがわからねえ。てめえで一国さえてってら、せせはねえ。何？本当に一国だよ、お前さんは。お花畑の番人には持ってこいって言ったのに。やい。よこすね。ぐずぐず言わずに。帰れったら帰れ。帰るよ。帰ればいいんだろ。おい、毒。これを持ってかんか。もったいねえこと違う。頑固やじめ。には無理よ。でも、もうすぐだから大丈夫よ。
ね、龍ちゃん。ゆうべ汽車の中でよく寝られて。うん、僕トンネルって初めて見たよ。そう、おじいさんの家ってずいぶん山の中なんだね。ええ、でもとてもいいところでしょ。お父さんもこの山の中で生まれたんですって。僕汽車の中でお父さんの夢見ちゃった。まあそう、船の中なんだよ。うん、お父さんがね、僕のこと頼みます、頼みますって船長さんの手を握って頼んでいるんだ。そう、優しそうないい船長さんらしいわね。うん、僕とても好きになっちゃった。今度父さんのところに帰るときはあの船長さんの船に乗るんだ。そうね。あ、姉ちゃん寒くない？うん、寒くないよ。このセーターお姉ちゃんが作ったの？うん、急だったもんでできてるの買ったの。今度いいのあんだけどね。さあもう行きましょうね。に見えるでしょ。あれおじいさんのお家なのよ。あ、そうか。あ、徳造寺さん。こうってな。誰だったかな。あら、おじさん忘れなって。私、佐平爺の。おお、ハリエさんかい。え。こりゃどうも。しばらく会わなかったんで、すっかり見違えちまったよ。学校お休みになったの？いいえ、まだなんですけど、弟が帰ってきたもんですから。南方の方を引き上げてきましたのかな？ええ。おうと、今、じいさんのところに行ってたけども、そんなような話はなかったかな？そうでしょう、突然なもんですから。私は急な話で。おうかい、じいさんびっくりするだろ。相変わらず元気だよ。そうですか？いつもお世話になりまして。いや、何しろ昔からの一国者ですから。いや、じゃあ、ごめんください。あら、誰だ、お前は。僕だよ。おじいさんはサヘって言うんだろ。うん、そうだ。やっぱりそうだった。僕、龍一だよ。龍一？うん。おじいさんの家、乙女の家だね。おじいさん、僕わからないの？龍一だよ。写真を送ったんだけどな。ああ、じゃあお前はあのスラバヤで生まれた龍一か。そうだよ。そうか、龍一か。一緒だったのね。おじいさんも帰りなくて。うん、おじいさん、龍一見るのは初めてでしょ。うん、写真では見ていたが、あんまり突然で見分けがつかなかったよ。そうですよね。うん、だがよく来た。まあ上がれ。どうしとるかと思って心配しとったが、いつあっちから帰ってきた。おとといの船だよ。そうか、
で、お父さんや。おじいさん。ん？お母さんも、リュウちゃんと一緒の船で帰ってきたんですけど。何、押し相撲？そうか。それで？それが。おじいさん。船の中で。船？船の中でどうした？病気で亡くなったんです。死んだ。なんということだ。船長さんの話では、船に乗る前から体が悪かったんですって。それが長い辛い船旅。そうか。で、お父さんは？お父さんは上陸部隊の通訳をするんで、スラバヤに残ってるんですって。じゃあ、龍一はたった一人で帰ってきたんだな。ええ、私が横浜まで迎えに行った。何にしてもお前はまだ学校があるんだし、それに師範学校は卒業した後、確か義務年限があったはずだな。3年間は奉職しなければいけないんです。うん、まあいい。お前は心配しないで学校を続けなさい。卒業ももうすぐなんだし。龍一はわしが預かってやる。おじいさん一人っきりのとこへ。なあに、龍一一人ぐらいの世話は。龍ちゃんはきっと疲れているんですよ。うん、ちゃんと寝かしてやるがいい。え、龍ちゃん、こんなとこで居眠りしてると風邪ひくわよ。さあ、あっち行ってお布団の中に寝ましょう。ね。大胆しでも来たかな。春江、お前も疲れてるんだ。早く寝るがいい。ええ、おじいさん。うん、わしももう寝る。だからお前ももう寝るがいい。ええ。帰ります。そうか。これをな、先生や寄宿舎の友達に土産に持って行ってもらったらと思ってな。まあ、それは何よりですわ。別に包んだ方がいいぞ。え、壊しちゃ何もならんからな。はい。じゃあ、またお休みになったら来てみます。うん、そうしてくれ。龍一も心細いだろうから。いいだろう。うん、いいわよ。うん、送っていくよ。
いいだろう、送っていくよ。じゃあそこらまで行ってきな。じゃあおじいさんまた。うん、今度来るとき何を買ってきてあげましょうね。リュウちゃんは何がいいの？僕何も欲しくないよ。ねえお姉ちゃん。ん？何？僕お姉ちゃんと一緒に行きたいな。まあ。ねえ一緒に連れてってよ。まあそんな無理言うもんじゃなくてよ。一緒に行くんだ。まあおかしいわ、急にそんなこと言い出して。だって僕リュウちゃん、おじいさんが心配なさるといけないからもう帰らなくちゃいけないわね。リュウちゃんは偉いんだからよく分かったでしょ。男の子が泣いたりしやおかしいわ。お姉さんは学校卒業したらまたすぐ来るんですものね。さあおじいさんとこお帰りなさい。お姉さんここで見送っててあげるから。リュウちゃんは強いんですもの。お姉さんの言ったことをよく分かったでしょ。ね。さあ。
龍一、山は夜になるとうんと冷えるからな、そこを閉めた方がいいぞ。うん。さあこっち来て当たるがいい。でおじいさんに内容の話でも聞かせてくれ。さあ話してくれ。ねえおじいさん、ワニ見たことある？ワニ、うん、見たことないな。ヘビは？ヘビはこの山にもいるよ。こんな大きいんだよ。ほう、あっちにはそんな大きなのがいる。うん。どうした？あれ何？ん？あの変な声。あれお前、ゴロスケだよ。ゴロスケ？ゴロスケでは分からんか。フクロウだよ。あんな鳥怖いよじゃダメだぞ。なんだ、鳥か。そんなは怖くないや。お前のな、お父さんの小さい時には、クマがちょいちょい出たんだぞ。クマ？本当？うん、近頃はめっきり出なくなったな。珍しい貝だな。内容の貝だよ。そうかい。これね、これね、みんなお母さん、お母さんが探してくれたんだよ。そうかそうか、綺麗だ。うん、まったく綺麗だ。お母さんが、雄一、忘れろ。何だってお母さんは帰ってきやすい。なあ、雄一。おじいちゃん。よしよし、おじいさんと仲良く暮らそう。な。白馬八月残りの雪を割りて咲き出す、割りて咲き出す花の確かか？何？病気がおかしいからな。バカ野郎。あ、できたね。うん、なかなか具合がいいぞ。乗ってみな。それ。よいしょ。新吉、うん、
お前にも時々貸してやるからな。龍一と仲良くしてやってくれ。こりゃわしの孫だよ。うん。よいしょ。それ。また死ぬんでるわ。どうしたんでしょうね。どうしたんでしょう。あなた泣いてんの。うん、泣いてなんかいないのよ。ただこれ読んでたらおかしくて涙が出ちゃったのよ。なに。弟からのハガキなの。ほらこれ読んでごらんなさい。ブランコのことは書いてあって、ブランコの子が逆になってるでしょ。まあ本当。まだ学校行ってないもんだから、うん、時々とんでもない字書くのよ。可愛いわね。いくつ。今度8つになったの。あ、いや今年の学校ね。そう。あ、先生。みんな何をしてるんだね。ね先生、私たちの学校も決まりまして。うん、まだ通知がないんでね。まあ、まだございませんの。なるべく皆さんの希望が届くように申請はしておいたんだが、欠員などの関係でどの人にも都合よくというわけにいかないのね。それにしても相川君は随分偏僻な山の中を希望したもんだね。はあ、距離に近いですし、小さい弟がおじいさんと二人きりで暮らしてるもんですから。そうかね。先生、これご覧なさい。相川さんのお父さんとっても可愛いんですよ。いや、岡村さん、しばらくで。いや、さえさん、相変わらず元気だね。おかげさんで。あんたももう見割りですか。ああ、ぼつぼつね。ところで今年は雪が多かったせいか、山小屋なんかもだいぶ傷んでるらしいね。そうですよ。だから今日は少し修繕しようと思ってね。おう、それは大変だな。お、この子供は。こりゃあ、わしの孫でさ。おお、こんないい孫さんが。南へ行ってるせがれの末っ子ですよ。おお、そうですか。龍一、お辞儀をしたか。栄林省のおじさんだ。いや、こんにちは。うん、なかなか元気そうないい坊やだ。今年から学校へ行くんですよ。おお、学校へ。ええ、うん、じゃあうちの坊主と一緒だ。岡村さんとこももう学校ですか。うん、そうですか。佐江さんも楽しみだね。いや、それじゃあ、またそのうち。ごめんください。坊や、さよなら。さよなら。うち寄ってな、ゆっくり休んでいってくださいよ。お湯も沸いてるから、お茶でも入れて。じゃあ、ありがとう。ごめんください。さあ、行こう。大丈夫か。大丈夫だよ。
新吉、おめえ今日はまだ山ヤギ連れてかねえのか。うん、俺はちょっと考え事があるんだ。何を考えてるだ。ほら、バカになるんじゃねえかと思ってな。どうして山行ってな、ヤギに草を食わしてると俺はなんだかぼーっとしちゃって。何言ってるだい、この子は。おめえはな、まだヤギの番しねえ頃からぼーっとしてたよ。ち、その気持ちわかんねえかな。陽気のせいだよ。いや、陽気のせいばかりじゃねえよ。俺はもう一度よく考えよう。新吉、新吉、ハリエさん。あら、おばさん。しばらく。もう学校お休みですか。ええ、今度卒業したもんですから。そうですか。じいさんもさぞ喜ばれる子でしょう。あ、新吉、新吉。なんだよ、お母さん。こんにちは。あら、新ちゃん、しばらく。おめえな、ハリエさんの荷物持ってってあげな。あら、いいんですよ、おばさん。なに、遠慮はいりませんよ。これはただぽーっとしてるだけですから。どうもすみません。じゃあおばさん、いずれまた後ほど。ありゃ、さえじいさんとこのかい。うん、そうだよ。いい娘さんになっただ。ほんとにな。勤める学校が遠いところへ行きまったのは残念だったな。いろいろ頼んでみたんですけど、やっぱり自分勝手には行かないらしいんです。そりゃまあそうだろうな。仕方がないよ。ねえ、リュウちゃん。え？これどう？学校行くときの服よ。あ、いいな。おお、これはいいのを買ってもらったな。お姉ちゃん、どうもありがとう。いいえ。本当にいいのを買ってもらったな。ねえ、お姉ちゃん。え？お姉ちゃんも先生の格好、そんな遠いの？ええ。なんだよ。だから、お姉さんとこ来て、町の学校へ通うことにしましょう。うん。ねえ、おじいさん。今日私、そのご相談もしようと思って。昔初めて勤めるのに龍一の世話までするんじゃ大変だぞ。でもそんなこと何でもありませんわ。そりゃまあ兄弟だからそれがいいかもしれんが。どうだ龍一、姉さんのところへ行くか。おじいさんは？わしはここにいるよ。僕おじいさんと一緒ならいいんだけど。ねえおじいさん、お姉と一緒に行こうよ。そんな無理なこと言ったって。じゃあ僕やっぱりおじいさんと言おう。僕、おじいさんのところにいるよ。そうか。しかし、ここから村の文教場までは少し遠すぎるかな。そうですね。それに、雨の日や風の日なんか。うん、そうだな。僕、平気だよ。雨降ったって大丈夫だよ。男だもん。うん。リュウちゃんはすっかりおじいさん子になってしまったのね。この前まであんなにお姉さんと一緒に行きたい行きたいって言ってたくせに。だって僕山が好きになっちゃったんだもの。お姉さんも山は大好きよ。いや、お姉ちゃんもここにいればいいのに。そう、そうもいかないわ。さあ、押してよ。ええ。Thank you.
先生の国は山の中ですから、あの歌がとても好きなんです。小さい弟がおじいさんと二人きりでいるんですよ。先生の弟さんいくつですか？今度学校に入ったばかりで、毎日山から文教場まで通うんですよ。さあ、始めましょう。みんな、今日の遠足のことはよく覚えておいて、疑問文に書くとにしよう。ね。いつも先生が注意しているように、これから行くお花畑では花を取ったり、踏み荒らしたりしてはいけない。それより、草花を写生して送るようなことは本当にいいことだ。ほらほら。まだ弁当食べていかん。はい。そうして、やたらに木の枝を折ったり、谷へ石を投げたりしてはいけない。それから足の弱い者や疲れた者は先生にそう言って休んで待っていてよろしい。分かったね。よろしい。じゃあ出かけよう。じゃあ向け左前へ進め。
さっき頼むったろ。うん、俺に起こせ。嫌だよ、起こさねえと下骨だぞ。よせよ。なんだてめえは。小さいもの自分泣けないよ。なめきるな、自分も小さくせに。おい待て、寄せったらよせよ。何を、俺の言うことから言うと泣かしてやるぞ。おーい待て、おーい待て。やい、何だって弱い者いじめをするんだ。弱い者いじめやめるか。どうだ。もういじめないよ。よし、リュウちゃん、もう大丈夫だよ。これからこいつがいじめたら俺にな、いつでもやっつけてやるからね。じゃあみんなに遅れないように早く行くといいよ。お前はそれが乾くまでそこに休んでろ。3年は3日、1年2年は夕方。みんな道具出して。炭。はい。帽子。かけてよろしい。岡村は今日も休みだな。誰か岡村の近くの者はいないか。はい。どうして休んでるぞ、お前知らんか。知りません。よし、三年は17ページを開いて。先生、先生にちょっと会いたい人が来ております。あ、信用君どうかしましたか。はあ、ちょっと熱を出しました。それはいけませんね。いえ、大したことはないと思いますけど、普段からあまり丈夫な方でもありませんし、お医者様も1週間ばかり休ませた方がいいとおっしゃるもんですから、それでちょっとお届け。あ、そうですか、承知しました。それから
東急の相川隆一って人にちょっと会いたいんですけど。そうですか。おい相川。はい。ちょっと。しげ君のお家の方だよ。いつもしげは仲良くしていただいて、これあなたにあげてくれって鉛筆削りなの。どうもありがとう。それからしげもとても寂しがってますから、学校の代わりにでも遊びに来てやってくださいって。うん、それは遊びに行ってやるといいな。じゃあぜひね。じゃあ先生ご覧ください。じゃあお大事に。そうだ、先生もちょっと様子を見たいから学校終わったら一緒に行こう。はい。どうりゃ引き上げるか。もう引き上げるのかい。そろそろな。いやに早いんだな。まだ日は高いよ。もう龍一も学校から帰る自分だからな。やっぱし徳蔵殿が言ってた通りだ。何？徳蔵が何と言ってた。なんて左平次のやつ、孫が来てから急に落ち着きがなくなったって。あいつお前にまでそんなことを言ってるのか。うん、おっかに言ってたのを聞いてたんだよ。でおっかさん何と言ってた。何も言わないで黙って笑ってたよ。左平次、孫なんてそんなに可愛いもんか。子供のくせに余計な心配するな。とにかくわしは帰るよ。お前どうする。俺は今登ってきたばっかりだし、ヤギだって草は食い足りねえもの。僕面白い方持ってるよ。そうかい。あれ取ってよ。これ？うん。この間の遠足は1年生には少し強行運だったかと実は気にしてたんですよ。いや、そんなことはちょっとご心配なく。何しろ男の子があんなことぐらいでへばっちゃ将来困りますよ。しかし見かけより弱いんで。2、3日前から少し風邪っ気だったんですよ。そうですか。それに何しろ私が山の方へばかり行ってるもんで、あとは女ばかりで少々は甘やかす傾向がありましてね。主人はすぐこうなんですよ。でもあの日は初めての遠足で、せっかく喜んでるのを止めるのもかわいそうだと思いましてね。かえってご迷惑をかけてしまって本当にすいませんでした。いえ、僕の方も知恵が足りなくて。いえ、そんなことは。どうぞ。あ、お構いなく。さん、僕のは修行ちゃんまだダメ。これどこなんよ。どこんとこで生まれたんだよ。かわいいな。龍一さん今好き。大好きだよ。じゃああげようか。出る。うん、あげるよ。ありがとう。先生、止めるもらっちゃった。そうか。実にいいですな、子供の世界というものは。全くですね。大人の間ではなかなか行きませんですね。あ、そうそう。相川、もうそろそろ帰らなければいけないな。まだいいじゃありませんか。本当にどうぞごゆっくり。しかし、相川のおじいさんが心配するといけませんですから。いや、じゃあ、しげ君、早く良くなるんだよ。はい。さあ、帰ろう。さようなら。
なんだ、お前まだそこでうろうろしてたのか。うろうろなんかしてやしねえよ。ヤギに草を食わしてただけだよ。嘘つけ。草っぱらで昼寝でもしてたんだろう。チェ、ヤギおっかねえんだな。じい、リュウちゃんまだ帰ってこないの？うん、うん。ヤギ遅いんだね。俺、ひとっぱし行ってみようか。うん、頼む。じい、リュウちゃん帰ってきたよ。本当か？あ、本当だよ。ほら、あそこだよ。ほら。リュウイチちゃん、あ、危ない。どうも子供は危なくて見ちゃおられんわい。見ちゃいられないって見てるじゃないか。まるで目がないんだからな。龍一、急がんでもええぞ。危ないからな。いや、こんにちは。いや、岡村さん、これはちょうどいい。今、犬小屋を作ってるんですかね。この犬はよっぽど大きくなりますかな。うん。親がそうすると大きいんだ。じゃあ、これじゃすぐ入れなくなりますかな。ない、それほどでもないだろう。だが、廃物利用でなかなかうまく考えたもんだね。いや。お月に下げた。おりってお願いがあるんだが、一つ聞いてもらえないかな。何ですかね。他でもないがね。あんたんとこの龍一さんに一週間ばかりうちへ泊まりに来てもらいたいんだが。龍一？私がまた山回りに出かけるんでね。仕事のやつが間違って。ぜひ龍ちゃんに泊まりに来てもらってくれって言ったよ。まだ終わりんのか。いや、もうだいぶいいんだがね。医者の注意でもう少し休ませようと思ってね。それに、あんまりうるさくせがまれてね。どうだろう、買っておいてすまんが、泊まりに越してくれないかな。そうですな。そっちは支援も喜ぶし、リュウちゃんだって学校が近いから、通うには便利だが。リュウイチが帰ってきたら話してみましょう。あんたもまた一人になって寂しいだろうが。一つどうか。そんなことは何でもない。まあ、なるべく泊まりにやりますよ。失礼いたしました。あなたは？私、相川隆一の姉でございますけど。ああ、隆一君の。そうですか。いつも弟が大変にお世話になりまして。いや、一度お目にかかってお礼申し上げたいと思いながら、いつも時間に追われているもんですから。いろいろと大変ですね。ご事情はおじいさんから伺ってますけど。それで今日は山の方へいらっしゃるんですか？いいえ、今日はもうおじいさんとこの帰りなんですけど、ちょっと弟に会っていこうと思いまして。ああ、そうでしたね。愛川は今、岡村の家へ来てるんですね。はあ。知ってますか、道順を。
およそのことはおじいさんから聞いてまいりましたから。ご案内してみましょう。あ、よろしいんでございます。何、どうせ日曜日で用はないんですから。まあ、さあ行きましょう。そうですか、どうもすみません。いや、先生。え、私学校へ報職するようになってつくづく考えるんですけど、子供たちの純真さがいつまでも失われなかったらどんなによろしいでしょうね。そうですね。しかし僕は子供の純真さは大人になっても失われないと思いますね。そうでしょうか。それはもちろん子供によっては周囲の事情や性格で変わっていくものもありますけれど、しかし子供の純真さというものは大人になれば誠実といいますか、つまり真心や忠実ですね、そういうものに育っていくのではないでしょうか。僕はそう考えてるんです。そう、そうですわ。本当におっしゃる通りですわ。いや、僕はどうもこういう話になるとつい理屈っぽくなってしまって。いえ、そんなこと。あそこに見えるヤギのいる、あれが岡村の家ですよ。そうですか。本当にどうもありがとうございました。じゃあ僕ここで失礼します。ありがとうございます。姉は今留守しておりますけど、すぐに呼んでまいりますから。ちょっと服部さんとか行ってくるわね。うん、すぐ帰ってきてね。うん、ちょっと失礼します。こんにちは。おかげいかが？もうだいぶいいの。そう、早く良くなるといいわね。うん、りゅうちゃんの好きな5本買ってきたのよ。ちょうど2冊買ってきたから修行さんにも1冊あげましょうね。うん、ほら、軍艦と飛行機の5本よ。修行さんから好きな本を取んなさい。ありがとう。2人で代わり番号に読もうね。うん、それがいいや。まあ、お利口ね。はい、ねえ、君とこのお姉さん、いいお姉さんだね。うん、僕、羨ましくなっちゃった。だけど、茂雄君の方はずっと羨ましいや。なぜさ、君んとこにはお父さんもお母さんもいるんだもの。あ、お薬飲んだんだ。じゃあ、私が飲ませてあげましょうね。うん。りゅうちゃん、お薬取ってちょうだい。どうした？お腹でも空いたのか？なんだ、毒すっぽう食べもしてないじゃないか。わかったわかった。龍一がいないんで寂しいんだな。待ってろ待ってろ、龍一はすぐ帰ってくる。帰り！おう、新吉か。また山を荒らしにやってきたな。ちっ、俺の顔見るとすぐあれだ。いいや、
俺は三平じいにいいもん預かってきてんだけど、渡さないよ。なんだいいものって。これだよ。どうしたんだ、これ。龍ちゃんがおじいちゃんに持ってってくれってそう言ってたんだよ。そうか。いや、ご苦労。チッ、現金だな。ねえ、なんて書いてあんの？なんでもいい。これ読んでみろ。新子、うん？お前にも何か土産を買ってきてあるからな。うん、頼ま。新子、うん？何を夢中になって読んでんだい？龍ちゃんの手紙だよ。龍ちゃんの手紙ってなんだい？そら、龍ちゃんずっと岡村さんとこ行ってんだろ？おお、そんなような話だったな。それで岡村さんとこの子も良くなったし、村のお祭りだから迎えに来てくれって手紙なんだよ。おお、じいさん、えらく今日はめかし込んでるじゃねえか。どっかへ出かけんのかい？どこへ出かけようと大きなお世話だ。しかし何かね、孫なんてもな、そんなに可愛いもんかな。そんなことは当たり前だ。そうかな。いや、俺は孫を持ったことはねえからわからねえけどさ、そんなに可愛いもんかな。やっぱり年のせいかね。年のせい？さすがの一国左平さんも年を取っちゃ肩なしだ。何？孫孫孫弟子を暮らすか。年は取りたくねえもんだ。マジ？なんだ、お前まだいたのか。じゃあ、鳥小屋の掃除しててくれ。ちいうことになるもんだな。足元に気をつけろよ。僕よりおじいさんの方が危ないよ。何？酔っ払ったの？バカ言え。だって、あり方が変だな。そんなことより、空模様がおかしいぞ。少し急がなくちゃ。おじいさんにおぶされ。
いいよ、大丈夫だよ。いいから、おぶされ。ねえ、姉ちゃん。え？変なんだよ。何が？姉ちゃん、今日も学校来なかったよ。そう。どうしたんでしょう。この前の雨で山の道でも崩れたんじゃないのかしら。僕心配だな。行ってこようかな。おじいさん、まだ痛い？僕、おかゆにたけんで食べる？十一、小さいお前に学校まで休ませてすまんな。そんなことないよ。あ？おじいさん、熱があるよ。ねえ、おじいさん。どうしたんだ。お医者さんに行くんだよ。え、お医者さん。うん、おじいさんが悪いんだよ。おう、ぼやぼや。で、うちには誰もいないのかい。うん、よし、お医者さんが来てやろ。ぼやはおじいさんのそばについてない。お医者さん来てくれる。うん、とにかくこれは早く手術をした方がいいですね。しかしここじゃ。もちろんここではできません。じゃあ僕と岡村さんとで軽々怒っていきましょう。そうしましょう。いや、 そんなにしてもらっちゃ遠慮なんかしてる場合じゃないよ。だが龍一もいることだし。なにこれしなかった。そうそう、それがいけないんですよ。手当ては十分にしなきゃ。龍ちゃんは私のとこお預かりしますから、どうかご心配なく。そう願えれば本当に好都合なんですね。そうしましょう。どうも、そんなご迷惑まで。いえ、そんなこと。ごめんください。お留守ですか。あんたはこのうちの人じゃないんですか。うん、俺は留守番だよ。じゃあ相川左平さんは留守ですか。うん、怪我して町の病院行ってるよ。あ、そうか。あ、ありがとう。前にも長いこと学校を休ませてすまなかったな。いえ、でも本当に手術の結果が良くて私ホッとしました。うん、災難だったよ本当にね。でもさすがにおじいさんは偉いって先生方もおっしゃってました。どうして。一言も痛いっておっしゃらなかったんですって。看護師たちも感心してました。そうか。しかし正直な話、ちょっと痛かったよ。はい。すいませんね、ちょっと。はい。あなたは相川さんの。は。お取り込みのところ、かような場所で肩置きの時の通知です。
川さん、どうしたんです？どうしたんです？おじいさんが悪いんですか？いえ、これお読みになってください。おじいさんもご存知なんですか？おじいさんはもう少し良くなるまで何も知らせたくないと思います。あなたの気持ちはよくわかります。歩いて一緒にまたお花畑に行かれるぞ。行かれるね。はい、佐兵さん。いや、遠いところご苦労さん。いや。どうに？ちょうど。あ、お父さんだ。兵隊さんと一緒に撮ったら素敵だな。どれどれ。しんちゃん見ちゃってもいいだろ。春江。はい。こんなものを送ってきたよ。何ですの？おう、お父っつぁんの日記だよ。え？従軍日記。何か歌が書いてあるぞ。痛み割れ、生ける印あり、やめつつ、逆ゆるときに早らく思う。なるほど。第一線の生活。およ、こんなところでおしまいになっとるぞ。どうしたんだ？おじいさん。どうしたというの？お父さんは戦死したんだ。何？戦死？おじいさんはこの間病院にいる時通知が来たんですけど、でもおじいさんが良くなるまでと思って自分の涙。あいつが従軍したと聞いた時からもう覚悟はしとった。よくやった。よくぞお役に立ってくれた。春江、泣くなよ。お父っつぁんは日本人として立派な死に方をしたんだ。春江。はい。龍一にはしばらくこのことは言わないでおこう。龍一は今ぐんぐん伸びる時だ。母親が死んで間がないのに父親の死を知らせるのは少し荷が重すぎるかもしれん。私もそう思います。今に来る、今に話す時が来る。その時こそこの日記を読ませて、しっかりした
大和魂をあの子に植え付けてやるんだ。お父さんはこれにも書いてある通り、すべてを忘れて前線で働いたんだ。満足して、満足しておくんのために身を捧げたんだ。しかし、ただ小さい龍一のことだけは気にしていただろう。わしは父親に代わって龍一を立派に育て上げなきゃならん。私だって亡くなったお母さんに代わって。そうだ、それがお前の何よりの孝行だ。龍一を強い立派な男に仕上げるのがわしたちの務めだよ。私が聞かせてやる。何やるの？黙って聞いてろ。他の流体偶然にあらず人生の特質に閉じならんや、自ら驚く人工の皮膚に満つるなお甘す将棋の骨髄をうずむる老幼平遠奇数べからず和船むなしく自ら企つ卑しくも大義を明らかにして人心を朝は行動何ぞ放棄せざるをれんこの心奮発神明に誓う個人有あり倒れて大和